2日連続で来ました。どうも大分の高町親方で I'm Japanese です。さあラグビーワールドカップもうクォーターファイナルですね。2日目でございます。本日はこちらウェールズ対フランスでございます。これまた強いチームですね。レッド&ブルーの戦いでございます。もう世界最高峰の戦いがまたここで見られるということで、まあ、2日連続ですね。昨日のですねこちら、オーストラリアイングランド戦もう見させていただきました。まあやっぱイングランド強いですけども、さあフランスとですねウェールズ、これも楽しみでございます。ではもう早速ちょっとねもう大合唱行ってきます。じゃあ行ってきます。ロフォイエッチ、じゃあ僕ら麦わら帽子の君が、大興奮でございます。すごい試合を私はちょっと見させていただきました。まあ、ラグビー実際やったことないんですけど、まあ、ウェールズとフランス、フランスがね圧勝するかと思ったんですけどね、最後最後あのトライすごかったですね。結局1点差20対19でウェールズがですねセミファイナルへ進出ということになりました。いや、なやっぱすごいですし、こうなんていうかちょっとね、あのまだこの後ね、まあ、日本戦は続くんですけど、大分がもう今日最後なんですよ、ね、5日間、まあ私幸いまあ3日出ることができました。ニュージーランド戦も行きたかったんだけどな、まあ、こう、ね、まあ熱戦が続いてますが、この調子でこの後日本がですね、ライブブロッサムがいよいよですね、南アフリカに挑戦をします。早く入ってみたいんですけどね、やっぱこの4人はすごいです、本当。さあ、今
のラグビーワールドカップですね、まあ、あの大分の開催は今日は最後ということで、まあ、私の取材も、まあ、ひとまずこれで終わりますが、皆さんお付き合いいただきましてありがとうございました。Thank you very much でございますが、まだまだまだ、ラグビーワールドカップは続きますから、ぜひ、皆さん応援しましょう。どこに Thank you for what you are watching. So, go for it. All over the world. Thank you.